屋上の怪人偽の一同青年が逃げ出したのを見ると小林少年はパッと窓際へ駆けつけましたそしてポケットから探偵の七つ道具の一つである予防の笛を取り出すとピリピリピリッと吹き鳴らしました庭にいる刑事たちに四重面相が逃げたことを知らせるためです 真っ暗な広い庭をあちこちと回り歩いて警戒に当たっていた三人の刑事は、この呼ぶ子の音を聞くと、みんな窓際へ集まってきました。四十面相は一郎さんに化けていたんです。宝石箱を盗みました。そして今この窓から逃げ出したのです。まだその辺にいるはずです。捕まえてください。小林くんが叫びますと、刑事たちは顔を見合わせて。 うん、変だな僕たちは三方から駆けつけてきたんだからここから逃げたら誰かにぶっつかっているはずですよところが僕たちは怪しいやつには一度も出くわさなかったするとどこかこの辺の木の茂みにでも隠れているのかもしれないね 刑事たちはいぶかしそうに言って天手に懐中電灯をつけると、また三方に分かれて捜索を始めるのでした。しばらく茂みの中を探し回りましたが、どこにも偽の一郎青年の姿はありません。四重面相はまたしても魔法を使って消え失せてしまったのでしょうか。その時。 探し疲れた刑事の一人がふと空を見上げました。あ、あそこだ、あそこにいる。西洋館の二階の屋根のてっぺんに恐ろしい姿が立ちはだかっていました。街灯のぼんやりした光を受けて、夜空の中にあのコウモリ男がつったっていたではありませんか。偽の一郎青年はいつのまにかコウモリ男に化けて、 大屋根に登っていたのですどうしてあんな高いところへ登ることができたのでしょう後で分かったのですが四十面相はあらかじめ大屋根のてっぺんから窓の外へ黒い綱を垂らしておいたのですそして窓を飛び出すとその綱にすがって猿のようにスルスルと大屋根まで登りついたのですああいつ宝石箱を抱えているぞ あの紫の風呂敷に包んだ四角な箱を大事そうに小脇に抱えているのです空から気味の悪い怪人の笑い声が響いてきました庭から見上げている刑事たちを嘲笑っているのです刑事たちは急に考えを決めることができませんでした四十面相を捉えるためには まずはしごで1階の屋根に登り、そこからまたはしごをかけて2階の屋根に登るしかないのですが、相手は極芸師のようなやつです。そんなことをしているうちにトイでも伝って下へ降りられたら何にもなりません。それにトイは洋館の向こう側にもあるのですから、3人の刑事では人数が足りないのです。おい、電話をかけろ。パトカーを呼ぶんだ。僕ら3人ではどうにもできない。 そして一人の刑事が電話をかけるために洋館の玄関へ駆け出そうとした時です空を見上げていた別の刑事がお」と声を立てました大屋根の上から真っ黒なものがさーっと飛び降りてきたのです巨大なコウモリがマントの羽をいっぱいに広げて刑事たちの頭の上へ飛びかかってきたのです 三人の刑事はギョッとして思わず地面にうずくまりましたすると刑事たちのすぐそばまで飛び降りてきた大コウモがそのまま西洋館の反対の空中へスーッと舞い上がっていったではありませんかああ、分かった、ブランコです四重面相のコウモリ男は大屋根から黒い綱にすがってブランコをやったのです あわやさんの庭には近所の目印になるような大きなシ C の木がそびえています。そのシ C の木は上の方で二股に分かれ、一方の枝がずっと横の方に伸びています。その太い枝に黒い綱を結びつけ、綱の端を大屋根まで渡しておいて、四重面相はそれにすがって飛び降りたのです。すると、その黒い綱が大きな振り子になって、 さーっと地面に近づいたかと思うと今度は反対の方角へスッと上がっていったのですその方角にあわや亭の高いコンクリート塀がありその外は道路になっています四十面相のコウモリ男は綱がコンクリート塀の上に届いた時パッと手を離して塀の外へ飛び降りてしまいましたコウモリ男は 一郎青年に化ける前に度々あわや亭に忍び込んで屋根の上に姿を現したり庭から書斎の窓を覗いたりしていたのですからその時ブランコの用意をしておいたのでしょう。変装,から変装へ。もり男の飛び降りた塀の外の道路は 一方は阿波屋邸のコンクリート塀一方は草の茂った原っぱになっていました。その原っぱにはところどころに立ち木があり、低い木の茂みなどもあるのです。コウモリ男はその1つの茂みの中へさっと姿を隠しましたが、ほんの1分も経ったか立たないうちに、その茂みから1人の爺さんがぬーっと現れました。 汚い鳥打帽を被り、ボロボロのオーバーを着て、首に襟巻きを巻きつけた六十近いじいさんです。首から紐で手下げ電灯を胸の前に下げ、拍子着の紐も首にかけています。町内の夜回りのじいさんらしく見えます。これは言うまでもなく、四十面相の変装でした。 その茂みの中に前もって変装の服などが隠してあったのでしょう。何しろ変装の名人のことですから、瞬く間にコウモリ男から火の番の爺さんに化けてしまったのです。その時、阿波谷邸の表門の方から三人の刑事が駆け出してきて、その辺をキョロキョロと探し回っています。爺さんに化けた四重面装は腹っぱの外れまで行って、そこから道路に出ると。 刑事たちの方へ近づいて行きました火の用人ちょんちょんと拍子木を打ってのろのろと歩いて行きますおいじさん今ここへ黒いマントを着たやつが飛び降りたんだが見なかったかね刑事の一人が慌ただしく尋ねましたえっ 黒いマントですってじいさんは立ち止まって、びっくりしたように聞き返しました。声までしわがれたじいさんの声になっています。うん。四重面相という大泥棒だ。この塀の外へ飛び降りたんだよ。黒いシャツの上に黒いマントを着たコウモリみたいなやつだ。見なかったかねああ それじゃあ今のやつだそうですよ。マントをひらひらさせて走っていきましたよ。あっちです。あっちの方へ飛ぶように走っていきました。よまわりのじいさんははるか後ろの方を指さしてまことしやかに答えるのでした。よしあっちだな。すぐ追っかけよう。よ。 刑事たちはそのままじいさんの指さした方へバタバタと駆け去ってしまいました。それを見送って、じいさんはにやりと笑いました。手早い変装が見事に功を奏したのです。しかしまだ油断はできません。刑事たちが途中で気づいて引き返してきたら大変です。じいさんはあたりを見回してからまた腹っぱへ駆け込んで、 さっきの茂みの中へ身を隠しましたそこには脱ぎ捨てたマントや角の生えたカツラやもう一つ別の変装服などと一緒に盗み出した宝石箱の風呂敷包みも隠してありました四重面相はまた手早くじいさんの変装を解いて別の服を着込みそこにあった絵の具箱を開いて顔を作り直しました 今度茂みから立ち現れたのは、立派な背広にオーバーを着てソフトをかぶった紳士でした。洒落た眼鏡をかけ、口いげを生やしています。紳士は紫色の風呂敷包みを小脇に抱えて道路に出ると、刑事たちが走って行ったのとは反対の方へ急ぎ、賑やかな大通りに来るとタクシーを呼んで、 そのままどことも知れず行方をくらましてしまいました少女探偵。それから十分もすると三人の刑事たちはがっかりした様子であわや邸へ帰ってきましたコウ男を見失ってしまったのであわやさんの家から警視庁へ電話をかけ 東京中に非常線を張ってもらうためです3人が門を入って玄関の方へ歩いていますと向こうの庭の木立の間に黒い人影がチラチラ動いているのに気づきました何だろう変なやつがいるぞ行ってみよう3人はそのまましおり戸を開けて奥庭の方へ入っていきましたおい待て 君は何者だ人影に追いついていきなりどなりつけますとそいつはハッとしたように立ち止まったので刑事の一人が後ろから飛びかかって抱きすくめてしまいました相手は何の手向かいもしません抱きすくめられたまままじっとしていますそれに女のようになよなよした体です貴様四十面相の手下だろ こんなところで何をしていたんだ。一人の刑事が前に回って懐中電灯の光を差し付けました。子供のような小柄なやつです。帽子をまぶかにかぶり、ダブダブの背広に灰色のズボンを履いて、小脇にマフラーで包んだ四角なものを抱えています。刑事たちはその四角な包みを見ると、あっと小声に叫びました。 それは宝石箱とそっくりの形をしていたからです。刑事たちの胸に恐ろしい疑いが湧き起こりました。四十面相のやつ、逃げたと見せかけて実はここに隠れていたのではないでしょうか。変装の名人ですからこんな小男にでも化けられるのかもしれません。何にしてもマフラーに包んだ四角な箱を改めて見なければなりません。 一人の刑事がいきなりその包みをひったくって開いてみました。あ、やっぱりそうだそれはピカピカ光る黄金の箱でした。蓋に鍵がかかっているので開けてみることはできませんが、話に聞いた宝石箱に違いありません。貴様、四十面相だなそれとも。 刑事たちが詰め寄りますと、その男はひょいと顔を上げてニコニコ笑いました。真っ黒に汚れていますが、なんだか女のような優しい顔つきです。四十面相がこんな優しい顔に化けられるのでしょうか。あたし違います。その男は女の声で答えました。なんだと四十面相かその手下でなくて。 どうしててこの宝石箱を持っているんだ。女のような声を出してごまかそうとしたってその手は食わないぞ刑事が叱りつけますと相手は今度は声を立てて笑い出しました <laughs> 私あたし本当の女なのよ小林さんと相談して男に変装してずっと前からこの庭の中に隠れてたんです私。 明智探偵の助手の花崎まゆみって言うんです。え、なんだって刑事たちは面食らってしまいました。小林さんはまだ家の中にいるんでしょうあの人を呼んでくださればわかりますわ。同じ明智先生の助手なんですもの。嘘を言っているようにも見えませんので、一人の刑事が家の中へかけて行って小林少年を引っ張ってきました。 その後から、あわやさんと本物の一郎青年と、すみこちゃんまでついてきました。すみこちゃんはこの夜更けでもまだ眠らないでお父さんのそばにくっついていましたが、刑事から庭にまゆみさんがいると聞いて、もうじっとしていられなくなり、お父さんを引っ張るようにしてここへ出てきたのです。あ、まゆみさん。そうです。この人は明智探偵の助手のまゆみさんに違いありませんよ。 小林少年が刑事たちにきっぱりと言い切りましたやっぱりそうだったのかでこの宝石箱はどうして刑事が不審らしく尋ねますと真由美さんがハキハキした口調で説明しました 2>, 2時間ほど前小林さんから電話があってこの庭へ忍び込んで。 書斎の窓の外をよく注意しているように頼まれたのです。刑事さんたちには内緒で隠れていたのです。書斎を覗いていると、小林さんがいなくなり、それから阿わさんも部屋の外へ出て行かれ、後にはイチローさん一人になりました。じっと覗いていますと、イチローさんが金庫を開いて、紫の風呂敷包みを取り出したではありませんか。四十面相がイチローさんに変装していることは、 小林さんんに聞いいててちゃんと知っていましたそれから偽の一郎さんが宝石箱の風呂敷包みを持って窓を開き庭へ飛び出してきたので私は急いで木の影に身を隠しました偽の一郎さんは大急ぎで窓の近くのこんもりと茂った木の影に風呂敷包みを隠すとそのまま窓から書斎に帰りましたそして何食わぬ顔をしてイチローさんになりすましているのです そこへあわやさんがどこからか書斎へ戻ってこられましたその時私はうまいことを考えついたのです宝石箱は二重になっていると聞いていました普通の箱の中に黄金の箱が入っているのですそれで中の黄金の箱だけを取り出して外箱を風呂敷に包んでおけば四十面相は気がつかないで空っぽの箱を持って逃げ出すだろうと思ったのですでも 目方が軽くては悟られますから黄金の箱を出してその代わりに庭に落ちていた石を入れておきましたそれからあの大騒ぎが起こったのです四十面相は窓から飛び出して茂みに隠しておいた紫の風呂敷の結びに腕を通して両手を使って綱を登っていったのです私はそれを止めることはできませんでした大急ぎで庭のどこかにいる刑事さんたちを探しに行きましたがそれと行き違いに。 刑事さんたちは窓の外へ来て、屋根の上の四重面相を見つけられたのです。それから四重面相はブランコの仕掛けで塀の外へ逃げ、刑事さんたちがその後を追いましたが、私はとても捕まらないだろうと思いました。今に刑事さんたちは手ぶらで帰っていらっしゃるだろうと、実はそれをお待ちしていたのです。四重面相は逃がしても宝石箱さえ取り戻せば、刑事さんたちの申し訳が立つだろうと思ったのです。 ではあわやさんこの箱の中をよくお調べになってみてくださいそう言ってまゆみさんは刑事の手から黄金の箱を受け取りそれをあわやさんに手渡すのでしたあわやさんはポケットから鍵を出してその場で箱の蓋を開いてみますとそこにはビロードの台座の上に24個の宝石がさ然と輝いていました。 一つもなくなってはいないのです。ありがとう、まゆみさん。お礼を言いますよ。あわやさんが汚い男姿のまゆみさんの手を握りました。お姉様、ま、ありがとう。そばにいたすみこちゃんもまゆみさんに取りすがるようにしてお礼を言うのでした。 赤い道化し。さて、それからひと月ほど経ったある日のことです。あわやさんの近くの広い原っぱの芝草の上に腰をおろして、2人の可愛い少女が話をしていました。午後4時頃です。良いお天気で空には雲ひとつなく。 西に傾いた太陽がまださんさんと輝いていました。芝草からはカゲがゆらゆらと立ち上っています。二人が腰を下ろしている前にはまばらな林があって、その向こうにあの時計塔がそびえていました。その屋根の上に不気味なコウモリ男が立ったことのあるあの時計塔です。 時計塔の下には昔有名な時計屋さんが建てたお城のような西洋館があります。あわや一同青年が四十面相のために閉じ込められた部屋もその西洋館の中にあるのです。時計塔を眺めながら話をしている。少女の一人は中学1年生の阿や屋純子ちゃんでした。明智探偵の助手のまゆみさんのお弟子になった。 少女探偵のすみこちゃんです。もう一人の少女は、やっぱり中学一年の園田よしこちゃんです。よしこちゃんのお父さんの園田さんは、大変なお金持ちで、風変わりな好みを持った方でした。ある時、時計塔の西洋館を見て、そのお城のような古風な作り方がすっかり気に入ってしまい。西洋館を買い取って。 そこに住むことになったのです。西洋館の外側はレンガの壊れたところなどに少し手入れをさせたばかりで、大体そのままにしておき、中のたくさんの部屋はすっかり直させて住み心地の良いようにしたのです。時計塔の大時計の機械も専門家に頼んで直してもらい、時計が動くようにしました。そうして。 仮手入れができると園田さんの一家は西洋館へ引っ越しをしてきましたそれが今から一週間ばかり前のことなのです園田さんには3人の子供がありましたよしこちゃんの上に高校生の兄さんと下に小学生の弟がいるのです よしこちゃんはあわやすみこちゃんと同じ中学へ転校しましたので、二人はすぐに仲良しになってしまいました。今日はすみこちゃんの方から園田さんの西洋館へ遊びに来て、その帰りによしこちゃんと二人で原っぱで休んで話をしていたのです。すみこちゃんはその時初めて四重面相のことを話しました。 よしこちゃんを怖がらせてはいけないと思って今まで言わないでいたのですがとうとう我慢ができないで宝石を盗まれかけた事件を打ち明けてしまったのですするとよしこちゃんは平気な顔でこんなことを言いました「その話はお父様から聞いて知っていてよ」「あの西洋館を買う時みんながお父様におよしなさいと言ったの」「気味が悪いからおよしなさいと言ったのよ」 でもお父さまはそんなお化け屋敷ならなお面白いとおっしゃって平気でお買いになったわそれから公務所の大工さんたちが中をすっかり直したんですもの怪しいやつがいるはずはないわお母さまも私もちっとも怖くなんか思わないのよお化けが出たら面白いわそれを聞くとスミこちゃんはすっかり感心してしまいました よしこちゃんはなんて強い子でしょう。この子なら少女探偵の仲間に入れてもいいと思いました。私ね、名探偵明智小五郎のお弟子なのよ。すみこちゃんは二人の友達と一緒にまゆみさんのお弟子になったこと、明智探偵にもいろいろ教わっていること、小林少年のことなどを詳しく話して聞かせました。 素敵。私、明智先生は前から好きなのよ。尊敬しているわ。私もお弟子になりたいわ。じゃあ話してあげましょうか。まゆみさんにお願いすればきっといいっておっしゃるわ。ね、少女探偵の仲間に入らない？ええ、入れて？明智先生や小林さんに会えるかと思うと、私胸がドキドキするわ。 2人は夢中になって話していましたので目の前の時計塔に妙なことが起こっているのをその時まで少しも気がつきませんでした最初にそれに気づいたのはスミ子ちゃんでした時計塔の屋根の上に何か赤いものが引っかかっているような気がしたので瞳を定めてその方を見たのですあらヨシコちゃんごらんなさいあれなんでしょう 君が悪いわもうあんなところにあれ同化師よ私知らないわうちにあんなものいないわよしこちゃんもびっくりして目を見張りましたいかにもそれは一人の同化師でした真っ赤なとんがり帽子真っ白におしろいを塗った顔 真っ赤な地色に白い水玉模様のあるダブダブの同家服。その赤い同家師が時計塔のとんがり屋根のてっぺんに立って、平井心の長い棒に捕まっているのです。遠いので顔の表情はわかりませんが、なんだかこちらを向いて笑っているようです。変だわ。あんな同家師なんてうちにいないわ。どこから来たのでしょう。 どこから登ったのでしょうよしこちゃんはおびえたようにすみこちゃんの手を握るのでしたやがて一層へんてこなことが起こりました道化師はするすると平井のてっぺんまで登っていったのですそれからまるで曲芸師のように平井の先の鋭い剣におなかをつけると両手両足を離してうつむきになり くるくるくるっと体を回し始めました。まるで棒先に亀の子を乗せたような格好です。あらあんなことして、平井心の先がお腹に刺さってしまうわきっとお腹に鉄の帯を締めているのよ。その鉄にくぼみができていて、そこへ平井心の先が当たっているのよ。いつかサーカスでああいうの見たことあるわまっ かな道化師は、大の字に伸ばした手足でうまく調子を取りながら、だんだん早く回ります。くる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 、美しい風車のようです。ああ、もう道化師の姿も見えないほど早くなってきました。ただ真っ赤なものが目にも止まらぬ速さで回っているのです。私、怖いわ。恐ろしいことの前触れかもしれないわ。 お家へ帰ってお父様に知らせて調べていただくわええそれがいいわ私お送りするわ2二人の少女は立ち上がると手をつないで林の中へ駆け込みました園田さんの西洋館はその林の向こうにあるのです一跡きって西洋館にたどり着き時計塔を見上げますといつの間に降りたのかもう道化師の姿は見えませんでした あら、もういなくなったわどこへ行ったんでしょうお家の中へ忍び込んだのかもしれなくってよ早くお父様に知らせるといいわもし手助けがいるようだったら私のうちへ電話してくださいねうちにはお父様もお兄様もいらっしゃるからじゃあ私帰るわさようならすみこちゃんはそう言って元来た方へ駆け出すのでした